こちらにチャプター2の動画で鉛筆ブラシで描いたラフ画があります。ラフ画のレイヤーを下敷きにして新規レイヤーへペンツールを使ってペン入れしていきましょう。描画モードに行き、ラフ画の不透明度を下げたら、清書用のレイヤーを1枚追加します。左側の一番上、ピクセルブラシでスケッチ、ペンを選択。よく使うブラシは隣にある星マークをタップするとお気に入り登録ができます。このようにお気に入りタブに入りました。左下に行くとブラシ設定ができます。筆圧変化と速度変化でペンがどのように入り終わっていくかなど細かく設定ができます。ここで試し書きができるので線のニュアンスを見ながら設定していきます。はい、でいざ描いていきます。また間違えてしまってもフレスコなら安心です。ペンで描いたものを消しゴムで消したり、取り消しボタンで何回でも綺麗な線が描けるのはデジタルならではですよね。顔の陰影に入りますね。陰影用に1枚レイヤーを追加します。陰影部分もペンで行う際に色が濃くなりすぎる場合があります。このようにレイヤー別に描いておくと、描画モードの不透明度を変えることで簡単に色を薄めることができるのでとても便利ですよ。レイヤーを追加し、鉛筆ブラシに持ち替えて髪の毛にも色をつけていきましょう。さて、何色にしましょうか。色を変更したい場合、カラーボックスをタップするとカラーホイールが出てきます。ホイールをくるりとさせながら自分の好きな色を直感的に選択できます。色の不透明はこちらのカラーバーで調節でき、より細かい設定をしたい方は HSB スライダーをタップし調整も可能です。一番下にある使用した色はこのドキュメント内で使用した色の履歴がここで記憶されています。色を塗り進めていくと、せっかく描いた清書の線がこのように消えていってしまってますよね。そんな時は右上にある描画モードの上算を選ぶと色が透過されます。色鉛筆独特の濃淡ある表現を残しつつ、清書線が見えるようになりました。髪の毛が終わったら女の子にメイクを施します。メイク用にレイヤーを追加しますね。ベクターブラシでテーパーを選択。口の輪郭をなぞっていきます。なぞれたらバケツツールで塗りつぶしましょう。するとこのように一瞬にして色ムラなく綺麗に色がつけられました。ここでも描画モードの上算を選択して色を透過させます。色が濃いと感じる場合には不透明度で色の濃淡を調整します。色がはみ出ている部分は消しゴムツールでエッジを消していきます。はい、唇の完成です。次に J クリエイターのブラシセット内の筆ペンでアイラインを引いていきましょう。このブラシセットは日本語版のフレスコで使える筆です。筆ペンで描くことでシャープな繊細なアイラインを引くことができました。ペン入れが終わったら洋服部分に色を塗っていきましょう。ピクセルブラシを押して好みのブラシを選んでいくわけなのですが、一番下にあるプラスをタップしてみましょう。さらにブラシを入手ボタンがあるのでタップします。するとカイル・ウェブスター氏が作った1000種類以上のブラシが無料ダウンロードできるページに飛びます。気になるブラシを見つけたらダウンロードボタンをタップしダウンロードします。フレスコに戻り、ピクセルブラシのプラスをタップし、
ファイルから読み込みを選択。すると先ほどダウンロードしたブラシがライブラリブラシ内に入る仕組みです。ではカイルのブラシ、カイル FX ボックスノイズバーを使って洋服に色付けをしてみましょう。洋服用に新たにレイヤーを追加します。さて今回はこの色にしました。まずブラシでふんわりと下地を塗ります。次にカイルインクボックスコミックバックグラウンドブレイカー2ブラシに持ち替えテクスチャーをつけていきます。はみ出た部分を消しゴムで整え、あっという間に洋服部分の出来上がりです。次回は背景を描いていきながら水彩と油彩ブラシの使い方をご紹介しますね。